はい、それでは一言ずつご挨拶をお願いいたします。じゃあ監督からお願いします。本当にドキドキしてまして、見ていただいている時からすごくドキドキしていて、どんなふうに見ていただいているか想像しながらいました。でベトナムのハノイでも上映はしてるんですが、それの十数倍結構緊張しておりまして、皆さんの意見もぜひ聞きたいなと思っております。よろしくお願いします。はい、皆さんいかがだったでしょうか。私もすごく昨日とかすごくドキドキしていて、初めて皆さんにこの映画日本で初めて見ていただくので、なんかどういう心情というかどういう感想を持っていただけるのかすごい不安だったんですけど、ぜひそうですね、これまた最後に言った方がいいのかな宣伝でみたいな、いろんな意見を私もいっぱい、ダメな意見でもすごい良かったっていう意見でも何でも自分の糧にもなるので、ぜひいろんな感想をいただけたら嬉しいなと思います。短い時間ですが、よろしくお願いします。小山田翔です。皆さんご覧になっていただきありがとうございます。本当今日こう3人揃うのがですね、撮影以来多分本当久しぶりなんで、嬉しさもあるんですけれども、まず今回の作品見ていただいて、皆さんがどんな思いを抱いたのかっていうのを知りたいなと。そしてまたこのウクライナ自体が今非常にいろんな情勢で揉めておりますので、そこもですね含めてですね、皆さんがどんな感じでこの土地をご覧になったのかっていうのを知りたいなと思いました。よろしくお願いします。はい、お二人は多分完全に初めてだと思うけど、ウクライナおよびこのトンネル行った印象はいかがでしたでしょうか。はい、いや私もウクライナのこの緑のトンネルは知っていて、以前から私の友達とかの中でも人生で一度は行ってみたい場所っていうので、みんなこうツイートとかタイムラインでよく載せてたんですけど、それで私もあ綺麗だなと思って行ってみたいなと思ってたんですけど、まさか撮影で行けるとは思ってなかったですし、実際ねネットで見ると映画にも出てくる死ぬ前に一度は行きたい世界の絶景のベスト10とかに常に入っているようなね美しい場所として出てきますけどね。行くのは大変なんですよ。日本から8000キロぐらいは離れてます。ただまあ映画でねこうやって緑のトンネルを体感できたっていうのはあるかなと思います。でも本当に行くと本当に綺麗なので、もうなんか行っただけで、行くのは大変なんですけど、行った甲斐がすごいあるっていう実感はすごいありましたね。行き方もですね、帰りにパンフレット500円がありますが、かかりますが書いてあります。実際行けます。別に地球上の普通の場所なので頑張れば行けます。で映画ではね嘘ついてないです。基本的にはルートで行けます。電車とかバスとかいろいろについて、飛行機でウクライナ行かなくちゃいけないけど、歩いてバス停降りてからまた20分以上歩いたりとかいろいろあるんですけど、基本は嘘ついてないんです。はい、僕も緑のトンネルって初めこう言われて、まずネットで緑のトンネルを探してみたんですね。写真とか見ると本当に綺麗だし、ただやっぱりどうしてもこういう仕事してると、これ映像ちょっといじってるのかなという思いが結構、いや僕もそう、 CG とか人工的なものなのかとか最初思いましたね。はい、で実際にこう初め連れて行かれて、バッて横顔を見た時に、あこれ実在するんだ、すごいなっていうのがまず第一印象 で、当然この場所に行くまでもこう車で移動したりとかするんですけど、分かりやすく言うとですね、地面、要するにこう自分が見た位置から真上が青で真下が黄色っていう光景が結構多いんですよね。でそれがひまわりであったり小麦畑であったりとかするんで、あいいこと言うね。はい、バスに乗っていくとね、はい、そう下がね麦畑だったり、はい、上が青空でね、はい、あれウクライナの国旗なんですよ。そうみたいですね。なんかごちゃごちゃした色合いが全くないんですよね。本当にこうシンプルに枠でくくると青と、黄色っていうのが僕のイメージでした。はい、撮影中のお二人のことも監督からもお聞きしたいんですけども、いやとにかくその撮影期間はね、ある意味低予算でやってるのでみんなに長くはないんですけど、集中力でやってで、お二人とも大変だったと思う。
特にほのかちゃんは映画見終わっただから言うけど、本当に最初の撮影が血だらけで復活するシーンなので、はい来ました、はい白い服着て、はい血だらけになって、はい寝転がってつって、はいよいはいっていう感じだから、ましてまだこう意識が半分ないというか、急にウクライナ来て急にあれだからさ、ね、全くウクライナの観光もせずすぐあそこに行き、すぐに着替えて、はいじゃあ撮ります、はい血のりお願いしますみたいな感じの流れだったんですけど、まああれは思い出ですよね。なかなかだって普通の風景を撮る映画だったらいいんですけど、あそこでこうそういう演技というか、ああいうことはなかなかできないので、そう美しいああいう風景でこう血だらけのこう女の子がこうなんかこう這いながら、いやだんだん復活してくるっていうのは本当に最初にやりたかった僕のイメージなので、今日はこの映画のシナリオの石川明という変な人もいますけど、彼と僕のシナリオ作りしてて、あんまり普通じゃないシナリオ作りをしてて、このトンネルがあって普通あらすじこうなってこうなってこうなってっていうのに、なんていうの、占い師の目の前にして喋ってる感じ、こうやってね、しかね、あ見えた見えた見えたぞ、左手がね血だらけだな、動いてるな、これは何だろうね、それでお願いしますって言って頼んだり、あこれも見えた、ねって感じでね、すごいパーツパーツで見えてきたのをだんだんこうくっつけていった感じ。なるほど、すいませんそんなんでやらせてしまいまして、はい、なんかでも最初のこう最初初めて撮ったシーンでこう床に寝てるんじゃないですか、こうここにも線路というか地面が枕木と土がねあるんですよ、なんかこうここその地と一体感になったというか、なんかこう感じられ、その地を感じられたっていうか、足じゃなくってまさか頬で感じるとは思ってなかった。女優が土に顔つけちゃうんだもんな、なあ虫とかいっぱいいそうだしな、そうですね、まあ、なんか蛇もいたけど僕は見たけど、まあまあそれは置いといて、そういう意味ではあそこのシーンが最初でよかったなって思いました。あれ乗り越えちゃうとね、もうまあ普通っちゃ普通だからね、はい、うん、神様なんてのがいるのなら彼女を蘇らせてくれ、君にもう一度会いたい。付き合ってるの？え？あんまり目立たない方がいいんじゃないかな。禁断の恋なんだからさ。お父さんもうやめて。僕は真剣に人はさんを愛しているものは絶対認めん。私も真剣なの。少しだけこのままでいさせて。ここでカップルがキスしたら願い事が叶うんだって。へえ。でどこにあるんだよこれ？ウクライナ。これはまた遠いな。そう、君の名前はヒトハ。おじさんになったね。そりゃそうだよ、あれから20年も経ってるんだ。ずっとずっとこのままでいられたらいいのにね。どうすればヒトハとずっと一緒にいられるんだ。ケイが会いたいって思ってくれたから私はここで生まれた。死ぬなんて言わないで。もし今私を殺したとしても私はまたここに生まれてくる。そしてあなたを苦しめる。私も苦しいよ。